ソラルさんに配信ついたことを教えていただいてもよろしいですか？ソラルさん？勝手に始まってる？電話するか。ご配信してんの？ちょっとウケるな。ちょっと待って、わかった。ナルスちゃんに連絡して、ナルスちゃんに無理やり連絡して、インフォさんに連絡してもらおう。ソラルさん配信ついてるけど、インフォさんに連絡できる？聞いてみるわ。お配信みたい。誤り配信みたいで。これで、おそらくインフォさんには連絡がいったでしょう。なので、ディスコと LINE かけるか。あ、ソラさん？なんか配信ついてるっぽいよ。そう、なんか今急に配信ついたって、ご配信っぽいから切った方がいいかも。おい、ディスコープ映ってたよ、ずっと。はいはいはい、出たわ。鬼電したら、まあまあこれぐらい緊急だったらハトも許してやろうぜ。 まあもうすぐ切れるでしょ。なんでついたかわかんないけど。 そう、僕がさ、そのインフォさんの連絡先とこ一切知らないからさ、成瀬ちゃん経由で、インフォさんに 連絡してもらうしかなかったんで。そう、誰かが倒れたとかさ、誰かの配信が事故りそうとかだったらさ、許そう。それは。それはマジで緊急だから。僕の配信に限ってはね、他の人の配信のルールは知らないよ。先に言っとくけど。僕の配信においては、それは許そう。ありがとう、ナルスちゃんも。何かが起きる前でよかったね、せめて。まあ、でも本人は気づいてるから、多分今、なんかもろもろやってるんだと思う。ナルスちゃん、もうすぐラストだよ。まあそう。一応、歌おじもね、2PC だから、そんなに困ることないって意見もわかるけど。一応、ディスコード映ってるから、ちょっと心配になるよな。映ってるってのアイコンがね、下のさ、タスクバーに、ちょい心配になるよな。一生ソラルさんをラストに誘う。あ、ソラルさんだ。ナルシちゃんをラストに誘う。なんかね、俺は最後まで粘るって言ったから、来なかったら概要欄にナルシさんの名前だけ毎回載せとく。よかったよかった、消えたなら。よきよき。だからもう初回来なかったらナルシちゃんはもうあれだよ。皆勤賞が取れないってことだからね、逆に。いいの？逆に。でも勝手に配信始まるの怖いな。僕もちなみに配信に始まって映るもんないし、僕配信がいつもマイクオフにしてるから、自己対策で。もう癖になってる。そしたらさ、その、何？その影響で配信の最初いつもミュートになってる。何はともあれよかった。電書バト失礼しますって書いてあったからさ。ああ、そらさんよかったよかった。なんか無事で。何事もなきでよかった。ありがとう。